皆さん、こんにちは。 A 列車で行こう始まる観光計画は3月12日に発売予定です。ダウンロード版は2月10日より予約可能となりました。日付が変わった瞬間からプレイしたい方にはダウンロード版もおすすめです。さて、残り1ヶ月となったわけですが、まだまだ公式 Twitter からは新しい情報が出続けています。この動画ではまだはっきりしない情報についてあえて言及していきます。先日公開されたプランの一覧の情報からついに路面電車廃止の確定情報が出たと噂になっていますが、それでもまだわからないんじゃないかと私は考えています。今作では列車カスタマイズのおかげであらゆる車両を再現できますので、列車開発に集約されたと考えることができます。問題となるのは路面を走行できるかどうかなので、そこはまだ未確定です。諦めたらそこで考察終了ですよ。以前お話ししたように、鉄道敷設の路盤の種類に道路っぽいものがあればいいんです。とか、または踏切作成の要領で道路の上に線路を敷ければいいんです。できたらいいな、ではありますが。さて、お次はステッカーです。アルファベット含めて全89種類、丸四角三角多角形といった基本図形のほか、星やハートの様々な使いどころがありそうな絶妙な曲線もあります。これらは大きさ、回転、傾斜で自在に形状を変更できます。ステッカーは正面、右側面、左側面、上面に貼れます。まさに完全無欠、どこに出しても恥ずかしくない、とってもリッチな車両カスタム機能です。なんちゃって、盛り上げておきながらですが、一つだけね、やる前から分かっている欠点があるんです。それはパーツとの干渉です。ご覧のようにライトの下にステッカーが回り込んでいるということがわかります。まあ、ライトにステッカーを貼りたい人はあまりいないでしょうが、窓の上にステッカーが貼れるかどうかは非常に厄介な問題になります。窓の上にステッカーが貼れない場合、窓を埋めるといった加工はできなくなります。また、前面窓に貫通扉の模様を描くようなこともできなくなります。この場合は、車両再現の自由度が狭まると言ってよいでしょう。一方、逆のステッカーで窓を隠せる場合、この場合は、高い自由度は確保されますが、窓の周りにステッカーを貼るのが大変になります。なので、どちらの仕様かによって、一長一短があります。窓より上に貼れるか下に貼れるかまで選べるとさらに神なんですが、まあパッと見その機能まではなさそうかなと思います。あ、そういえばグラデーションもできなかった。以前の回でこのような考察をしました。ステッカーの詳しい動画の公開によって一両単位で模様を変えることもできると分かったため、この疑問は解決したのですが、まだ編成の前後を組み替えるような仕組みがないとは言い切れません。そもそも貨物列車は資材、水産、農産、客車などをつなぐために編成を組み替える機能があります。これを旅客鉄道にも適用すればいいんじゃないでしょうか。まあできなくても特に問題はないんですけどね。最後は最大設定数です。管理するデータには上限があります。車両の最大保有数や保持できる設計図の数、分岐の数、駅の設置数などなど、これはわざわざ言うことでもないので発売してからのお楽しみですかね。といったところで、今回はまだ情報がないものについて考察しました。いつも以上に本当かどうか怪しい情報なので、情報の咀嚼を頑張っていただければと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。いつものお願いになりますが、チャンネル登録、ご評価もよろしくお願いいたします。